日本团员的。对，磯谷さん、すいません、来ていただきました。那个第一个这个啊、日本东京早稻田的这个团是有土地，有四层楼，有八个人入住的。这个是他是建商，磯谷先生从日本过来。你好，你好，我叫吉谷，吉谷，吉谷，吉谷。对，对，私たちの会社は。J グランドという会社です、日本の J トラストグループという、上場企業のグループ会社です。はい、他是个从 J グランド公司、他是个建商、还有他的母公司是 J トラスト。 J トラスト在东京证券公司有 listed 的那个很大的金融机构，所以他是金融机构做了自己的建商来提供这个产品。はい、で今回は、3つの物件をご案内に伺ったんですけれども、その中で1つ、JR 早稲田という物件についてご案内させてください。はい、我们这次介绍他有三个房子都过来，就是先我再、特别介绍这个 JR 早稻田。場所はですね、東京の、新宿って聞いたことご存知かと思うんですけれども、很多人知道新宿、新宿の中の早稲田、これは、早稲田ユニバーシティ、早稲田大学ご存知かもしれないですけれども、その駅の徒歩4分の、大変立地のいい物件です。这个地点超好、就是早稻田车站走路4分钟的距離。で、我々あのこの物件もそうです、で他の2つの物件もそうです、JR シリーズの共通コンセプトとして、リーシング賃貸付けですねを、80% 以上、した状態で投資家の方に引き渡しをさせてもらっています。他们的判断是好的、他们为了客户想好，如果他买的这种投资房的话，80%以上已经租出去以后才交屋的，所以这个房租收入方面是没有问题的。好，例えばこの物件ですと8部屋ございますけれども、5部屋もう契約済みでございます。で3部屋が、申し込み済みでございます。入居の申し込みでございます。ですので。投資家の方に引き渡しをしたその月からもう賃料収入を得ていただけます。好、はい、他们有八个房子、还有其中五个已经签过租赁合同、还有另外三个房子他们已经申请入住过、所以基本上是八个是已经有人入住的。ですので、よく想定賃料といって、想定利回りといって利回りで、売るというか物件たくさんあると思うんですけれども、我々の場合は、その利回りこの物件でいうともう 4% 弱、あえて弱というのは3つが決まってないから、まだ不確定ですけれども、ほぼ 4% 弱、3.9% 以上の利回りを確保していただきます。它的收益率是将近4%，那个正确来说3.9到4.0是这样子的。它的收益率是的数字已经实现了，其他的建商买的是他们说大概多少房租这样子，是收益率多少？可是他们没有保证，可是他们那个吉谷先生的这个公司的是已经实现的数字了，这个是差别。で、この物件もそうです、他の2つの物件もそうです。 JR シリーズは駅徒歩5分以内にこだわってます。早稲田は4分、渋谷の池尻大橋は5分、明けぼの橋に至っては3分、いずれも新宿渋谷大変好立地な物件です。他每次推出的物业都是离开车站5分钟以内。我们介绍的这个浦桥，这个是
三分钟，是不是靠大桥？这个是在渋谷，是的，它是五分钟，还有这个岛跳店四分钟，离开非常近的。好，まあ詳しくはまたあの個別に聞いていただければと思います。本日は谢谢でございます。谢谢掌声，谢谢。